また伊藤純也さんの皆さんから来ても結構あったんで、ね、読んでいきます。ランさんお疲れ様です。質問配信ありがとうございます。昨日の森保監督の記者会見について、森保さんが、伊藤選手を守るためという発言は不必要だったと私は思います。ライドさんの意見とは、ライドさんのご意見とは違うかもしれませんが、そう発言してしまったことに変えて伊藤選手を貶めてしまった気がします。長友選手の昇進については確かにエモい側面あるとは思いますが、若い選手を呼んで経験を積ませる選択もあったでしょう。あれもこれも世論、サッカー戦術なのであまり詳しくない人たちの世論ですを抑えるためという気がしています。私ももちろんサッカーに詳しいわけではなく、ライドさんと同じく代表戦を見ながら美味しいビールを飲みたいだけのおばさんですが、ここ最近の協会の様子を見ていると本気で勝ちに行く気がないのかと思います、日本サッカーも個人のレベルでは強くなりましたが、もう相手が世界なのですから、協会もマネジメント的なことに力を入れたら良いのだと思います。何かライザさんにやってあったりしました。申し訳ありません。伊藤選手の疑いが少しでも荒れますよ。ライザさんのチャンネルは間違いなく、その助けになっていると思います。これからも配信よろしくお願いします。いろんな見方はあるんでしょうね、とは思いますよね。賛否はあるんだろうなと思います。別なかった。ライザさん、こんばんは。いつも配信楽しみにしております。伊藤純也選手、代表復帰なるで残念でした。発表日の、午前中、後輩に伊藤純也に代表招集の件で尋ねてやらかした人ですよね、との回答でした。競技告訴の民事訴訟の反論と今までの流れを説明すると、完全にやられちゃった感じじゃないですか、と。世論では、週刊誌のインパクトがそのまま残っている状況を目の当たりにしました。森保監督の言葉に、彼を守るためとありましたが、選手本人の意思にもよりますが、一緒に戦ってやるという言葉で彼を守るという発想はないのですかね。そういう TPO に惹かれています。何か今の日本経済物語ってるかのような。で、僕はここで、伊藤純也は一人だったら多分共に戦うってことだと思うんですけど、日本に残ってるね、伊藤純也の家族っていうんですか、奥さん身をもじゃないですか。そういうところに取材に行かれるとかね、なんかそういうところをつけられるとか、なんかそういうことも関係してんじゃないのかなっていう話をしたら、昭和の熱い気持ちをどうしても語ってしまいますというふうに、昭和、僕も昭和で、人間なので、こう気持ちはわかりますが、総合的に見た方がいいのかなっていうところです。なんですかね、やっぱり一般的にやらかした人っていうイメージっていうんですか、そこが別の方も同じようなこと言ってたのかな。こんばんは。事件当初、伊藤純也擁護派の YouTube が少なかった頃から共感できてずっと見ています。YouTube にも随分伊藤選手寄りが増えましたよね。つぶやかせてくださいね。私、リーグに招待されているメディア関係者、伊藤純也の今回の事件の取材を重ねていると思います。おそらく不起訴になればいろんなところが動かれたと期待しています。JFA も対応は遅いですが、ファンの声に押されて多少は動こうと信じたいです。あとアンチは不起訴になってもホテルの部屋で女性と飲んだけしからんやつってことなんですよ。いくら仕事言い訳に X に連れてこられて次の日に撮影現場一緒に行く数時間複数人といただけで何かがあったと考える。普通は仕事仲間のトレーナーがいることで変なことできませんよ。昔社員旅行で一部屋でゲームで複数人で飲酒しましたが、それも乱行と言われたら恐ろしい。だからそういうこと言われてるもんなんですよね。あと奥さんがかわいそうとか言ってる人、奥さんは純也選手をずっと見てる人、おそらく最も信頼されてるはず、かわいそうなんて言われたくもないはず、ご家族のためにもお目が晴れる日が早く来てほしいですと。だから僕は言ったのは、だからこの状況を不倫がどうのっていうのってのは、いつまで経ったって言うんだろうし、そもそも、モテない人の、なんか、ひがみなんじゃないのって話して、はい、そういう人の X 覗くと、なんとなく人生がわかります。部屋で飲んだだけで記事なら、日本代表を降ろされる騒ぎは、にはなってないはずなのに、日本代表にふさわしくないという考えがわかりません。じゃあ冤罪が近づいてくると、伊藤純也は不倫だみたいな話に、こう、すり替えられるじゃないですか。でも、じゃあこれって、前にもそんな話あったかな。世の中伊藤純也が不倫だから JFA がうたらこうたらって話があったと思うんだけど、これがもし今回のトラブルで、伊藤純也でない人、独身の選手もいっぱいいるじゃないですか、久保だったりとか、
そうです、同案だったりとか。田中碧と結婚してるんですけど、彼女がいるんでしたよね。まあまあ、いっぱいいるじゃないですか。独身の選手も。じゃあそういう選手がこのトラブルに巻き込んだとしても、僕は降ろされてると思うんですよね。まあ、既婚独身関係なく、このスキャンダルを起こした、いわゆる週刊誌に載ったっていうことが大きい。まあだから、加藤弁護士とかも言ってるように、選手生命を脅かすことなんだって話なんですよね。はい、新潮と国訴受理が要因ですから、国訴受理も新潮からですからね。アンチは新潮の記事をそのまま、謎だけの報道を見て、伊藤純也選手のイメージを作ってしまい、批判している人もいます。そのイメージを払拭するにはと考えます。まともな記者さんの記事が出ることも期待しています。と、まあでも、徐々に出てきてますけどね。もう一人。ライザさんおはようございます。昨日も配信ありがとうございました。昨日のライザさんの配信で、今週の文春に YouTube の方々を批判するような内容の記事があったとお話されていたと思います。松本さんの報道のことはよく存じ上げませんが、新潮が伊藤純也の記事を書いた2週間後に伊藤選手の弁護士や伊藤選手のファンの対応を批判する記事を書いたことと似ているように思います。まあだから、そういうことやるんですよ、週刊誌ってね。自分らが責められると自分らの正当化に走るんですよ。そこが一番なんかね、イラッとくるんですよね。で、それが支離滅裂なことが多い。まあ、まあ、知能がって言うと申し訳ないから、リテレシーが高い人が見ると、支離滅裂なこと言ってんな、週刊誌はってわかるんですけど、まあ、リテレシーが低い人が見ると、そうだそうだって鵜呑みにしちゃう人がいるってことです。ライさんがおっしゃっていたように、ネタがないからこういう記事を書いて、ページ数を稼ぐしかないのかもしれませんが、三流のやり方だと思います。また、ミヤネ屋よりゴゴスマの報じ方はもっとひどいとライさんがお話しされていましたが、ゴゴスマの後の N スタでは、キャスターの井上さんが伊藤選手の報道に良識あるコメントを出されており、同じテレビ局でも、まあ、TBS だからワイドショーとニュース番組の違い、なんかもあるのかもしれないなと思いました。似てるようで違う。今回の代表招集、見送りに対するファンの考え方や反応は様々で、一部のファンが過激な反応をすると、別のファンがそれを制すような動きもあります。伊藤純也選手を応援したい気持ちは共通していると思いますので、自分の意見と合わない意見もできるだけ尊重し合いながら、ファン同士の争いをできるだけ避けれるといいなと思います。いろいろと気持ちはスッキリしないですが、明日の23時からまたストットランスの試合があります。楽しみにしたいと思います。これからも配信を楽しみにしています。まあ、N スター、まあ、井上さんってもともとね、井上アナって高校球児なんで、スポーツには熱いんで、スポーツ選手は割とこう、スポーツ選手よりですよね。昨日とかも大谷さんの話題が満載なんですけど、もう大谷さんのことをそっとしときませんかみたいなことですけど、いやいや、一番 N スタが騒いでんだよと僕は思いましたけどね。僕が目に余る大谷ハラスメント番組っていうのは、ヒルオビと N スタなんですよ。ここはもう大谷ハラスメントが甚だしいというか激しいっていう、この二大番組だなと、両方 TBS ですけどね。その番組のメインの MC の井上アナが、もうそっとしときませんかっていうね。どの口が言うかねって思うぐらい。ちょっと間抜けなんですよね。少し抜けてるところがあって、そこが面白いんですよ。よく泣くんですよ。普通 MC ってね、感情あんまり出しちゃダメなんですよ。泣いたりしないんですけど。井上アナよく号泣するんですよ。年に2回ぐらい号泣して放送事故になることが。だからそういう面でも面白いな。まあ先ほどの話になるんですけど、僕が懸念してるのは、じゃあ今順調にね、伊藤純也の件が冤罪に向けて走ってると思うんですよ。ただ、その後ですかね、でも不倫じゃんっていうような、何でも絶対悪に従う、アンチっていうもんなんですかね、それはね。わかんないですけど、面白がっていう人たちっているじゃないですか。昨日の不適切にもほどがある、でもまさにそういう話があったんですよ。じゃあどうやったら許すのよっていうね話があって、ちょうどタイムリーだなと思ったんです。で、一回そういう話が出るとなかなか世間が許さない。じゃあその世間って一体誰よって話。昨日不適切面白かったです。だから安倍定を扮する人が一人一人言ってる人にメールで、どうやったらあなたは許すんですか、あなたの家に謝りに行けばいいんですかとかってやって、いやそこまではみたいな感じの話をしてるんで、結構無責任に言うじゃないですか。じゃあ無責任に言ってる人を果たしてどこまで相手にするのかっていうことだと思うんですよ。で、特にアスリートなんだから、冤罪だったらもうそれで冤罪でスパッと僕は切って出すべきなんじゃないのかなというふうに思うし、
まあ、あとは僕らみたいな一般人がどんだけ声を出してね、それをね、届けるかっていうことしかできないのかなと思ったりしてますよ。